の日はちょうど2時46分昼間のお客様の会があって一組お借りになってもうお一組もうそろそろ終わりだっていうことたちお着替えさせていただいて着物を脱いでですねお見送りだけと思って時にドドドドッと来たんですね。ちょうど皆さん解散する直前の時の会だったので今日はいつもと違うと思ったもんですから従業員さんにもお客様にも皆さん外に出ましょうと言って私の頭に浮かんだのはひおばあちゃんが昭和8年の津波の経験者だったのでその時は山に逃げたぞっていう後ろも振り返ずに山に駆け上ったんだっていう言葉がわっと浮かんだんです、ね、まだ大丈夫だっていう思いで後ろを振り向かずに山に向かって走ってたんですけどもうあっという間にですね飲まれてましたね。人が顔が感じるそんな速さじゃなかったあっと思って水の中でしたね。恐怖感とかそんなのがなかったこととただただギッチョっていう気持ちしかなかったのでもうあなんだろうだから生きれたんでしょうね。ここにいたみんなが助かったのはいつか必ず来るからっていうことの心の中の準備とか、まあ、山の避難道を作ってたりとかやっぱり常々今回のことも思ったけどそういうところに生きてるという覚悟と準備っていうのは常にしていなければいけない絶対必要なんだなと思いましたし